陸上系 YouTuber、 シンプルにスポーツテストやってみた。おお、ということで次の種目、立ち幅跳び。ここでちょっと点数いきたいな。じゃじゃん。普通は皆さんも体育館でやると思いますし、引っ掛けのなしでトラックの上からここから飛びたい。こちら2回飛んでいただいて、良かったもの記録を点数に形になります。俺ね、小6の記録覚えてんのよ。 1m92 だった。え、でも小学校の時足って速けれだったんですよ。速いキャラだった。弱くはないけど普通ぐらいか。楽しみ。はい、それでは早速やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。いきます。あの開始はいいんだよ。一回踏むのが入るからね、スタートずれる。ずれてる？ずれてる。まあいいでしょう。2m63。しかもいかない。よっしゃ、行くぞ。やるぞ。ここないかな。原始的に行きましょう。41。オッケーです。もういいよ。はい、もういいよ。42から次の点数か、確か。42だね。41だね。話が行きたかったな。うわっ、11。くー、4枚。いきます。はい、おー、いいんじゃない。いや、多分そっちだね。こっちだった。そっちだね。もう行ける。こっち、いいよ。あれだよ、幻の2回目でした。はい、2回目。はい。オッケー。45。しゃあ、ちょっと伸びた。おめでとう。いいな、俺も幻の2回目やっていい。あ、ずるい今の。いいんじゃない、ダメだ。まあよくやるけど、超厳密いったらダメ。ずらすずらすずらす。さあ、武田2回目です。しゃ、いや、2回目さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。周平が 2m63 ってことは9点。僕が 2m45 なので8点ですね。ここはなんとかなんとか食いついた。なんとか。で、65点以上だよね。全部8点でもさ、 A にはなれないとか。10点ってこんな取れないの。それは次、次行きましょう。はい、ダッシュで行こうぜ。はい、ということで次の種目やってきました。はい、50m 走ですね。際どいな。10点が6秒6じゃないですか。6秒6。うん、例えば6秒65とかだったら切り上げだって10分の1。6秒50じゃないとダメってことだ。そうだね。マジで6秒5台じゃないとダメ。しかもこれでめっちゃ厳しいやそれ。マジで高校ぐらい緩い感じでやろう。野球部が5秒台って言えるぐらいのあれでやろう。その緩さバカ緩いよ。バカ緩い。ダメです。うわー、これきついな。6秒6以下が10点と。続けていきましょう。はい、位置についてー、ゴー。最後までご視聴ありがとうございました。そんなことある。位置についてゴーゴー。6秒8。走れない。さずる。意外と感覚で分かってんだね、遅いって。こちら。どうなんだろう。シエさん、切り上げのタイム6秒7です。え？え？言っちゃった。絶対これはね、そんなわけないでしょ。これは7秒0です。いや、遅っ。6秒99だね。2人はもう感覚がタッチダウンに慣れすぎてる。もう一回やって。もう一回やろう。もう一回やろう。さすがになし。そうですね、僕社会人になってから初めてタッチダウンっていうものを知ったんですけども、今周平さんがおっしゃった通り 0.4 秒とか速くなるんで余裕 で長距離の人は反応が遅い分1歩目が基本的には遅いので、用意号で出るのとタッチダウンで取る差が激しくなると思います。なんで吉木さん結構あら遅くねってなってると思います。気付いてゴー
よっしゃー、すごいね。僕が三度よくわかる。あっ、やれ、行ったべ、これ行ったっしょ。ちなみに今2本走りましたけど、本当1回なんですよ、あれ1回なんだけど、1回だとしたらね、僕1本目で終わってるんですよ。確かに記録なしか、記録なしいいでしょ。編集でとにかくなる。そうですよ、なかったもんですよ。じゃあお願いします、1本目のタイム。1本目ですね。はい、武田6秒4。よかった、すごくない？さっきから全部当たってんだよ。当たってる、36だった。よしさん6秒9。あー、8号だった。8号でしょ、シューズだよ。タッチダウンだったら6秒4ぐらい、5とか。早いからね、みんな。これ10点取るの大変だな。本種目の俺でもこんな大変なんだよ。周平さんはもちろん10点ということで、よしきが8点です。あー、うん、8点か。やっぱりね、さっきプクも言ってたけど、これにすると非常にタイムが遅くなる。だからより本番に近い計測方法になるの。よりだよ。でもフライングもできるんで、逆に言えば。なるほど、ね、もう先生たちなんて見ないね、そんなの。みんな6秒3とか2とか下手し5秒9とかが出るっていう。なるほどね、話です。はい、だって俺普通にあれだもん、6秒4とかでめっちゃ生きてたもん。生きてたでしょ、うん、やばいね。え、あと残るは次はシャトルラン、シャトルランと長打だけ。え、俺それで2つとも10点取んないと無理だ。俺やばいやばい、追い込まれた、追い込まれたね、完全に追い込まれた。じゃあ次の種目やっていきましょうか。はいはい、ということで日を改めまして、次の種目 1500m やってまいりました。やっ、あー全然家じゃないよ。引っ張ります、僕が。勇者シュエと俺の戦後終わったらすぐプクの引っ張り2本走ります。2本走るんで、ここ20点とかダメですか。20点してあげたいけど、ルール読んだらなかったんで。なかったね、はい、シュエを引っ張りながら、例えば俺も10点が欲しいんで、あ、シュエこれ10点無理だなと思ったら、シュエ引っ張り終わった後に、多分プクはね、10点いけると思うんで。絶対いけるでしょ。プクの方で10点を狙いに。あー、じゃあそれでお願いします。どうせ、じゃあよろしくお願いします。はい、それではいきましょう。ダッシュで行こうぜ。街、暑いんですよ。30弱ぐらいありそう。さあ始まりました。1500m。目標いくつなんでしょう。目標いくの忘れた。多分5分切りじゃなくて5分16。5分から5分16秒の9点狙いだと思います。最初の入りが3分半でいければ。上々いいの線ですね。さあ100の通過みたいになった。ちょっとややペース、200換算1秒遅れぐらいかな、落ちてきたんで、このまま行きたい。このまま、さあここに来て、あと2周、それから2分27から8ぐらい。そうですね、この1周が一番きついよな。さあ、めちゃめちゃ大事な先通過。ただいま2分25、6、7、8、9、31、31ぐらい。29。ちょっとよしきさん早いかも。あるね。さあここは3分52、通過3分52。頑張れ頑張れ。そう、70切って帰ってきたら5分切りっすね。これもうちょっと、あ、これって何これ、さあ2個さ、通過2分、あ、4分52ぐらいかな。23、いいんじゃない。5分12、13、14、僕の時は5分14秒66です。素晴らしい、ナイスナイス。この暑さでこのタイムは素晴らしい。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスランです。
こんな日に練習してる学生たちがいっぱいいるって考えたら泣けてくる。30度あるよね。周平今日ノーカーボンで自己ベストから2秒ぐらいしか変わんなかったんで、いやめちゃめちゃ頑張った。そんなありがとうございます。ということで結果なんですけれども、僕が5分14秒で、よしきさんが服の方で引っ張ったタイムを今回申請したくて、そのタイムが4分52秒。服の方は後日また上がりますので、はい、そちらもめっちゃいい走りでしたね。僕とよしきの点数なんですけど、僕が9点。すごい。いや9点でかいよ。嬉しいね。そして僕がようやくの10点ってことで、この後シャトルランと長座体験室が残ってるんですけれども、はい、良かった方を申請できるというシステムですので、はい、こちらで僕がもし10点を取ればシャトルランを申請できるという流れになってます。多分ですけどシャトルランが上がってると思うんで。ああそうですね、はい、じゃあ俺はもう10点で喜んでる可能性あるってこと。あるあるある、全然ある。ということで残り最終種目長座体験室を YOSHIKI さんの家でやって終わりと。最終結果もそちらで。でも YOSHIKI さんの家って言っちゃうとボロい家だってバレちゃうんで、 YOSHIKI さんの家って言わないでもらっていいですか。最終種目ですかね。最終種目がこれになるとは。一番大変だったね、準備も。お前何もしねえだろうが。じゃじゃん、こちら見てください。靴で借金してる男にはやっぱりいっぱい持ってます箱。はい、ということでこちらでルールのっとって最後ちょうど大学先やっていきたいと思います。はい、何回できるんだっけ。大体2回だね。あの 50m とシャトルライン以外は大体2回だ、うん、ちなみに本当に 50m でスタート失敗した場合は0点になるとかだった。マジで。いや0点0点俺本当は。マジ一番の得意勝負が。めっちゃおもろいから0点でやってみたら。やだよ。お前俺勝ちたいだけだろ。手伸ばして伸ばして、はい、肘のここがしっかり伸びてる状態と、はい、肩をつけていいの。肩つけていい。これがスタート位置。じゃあ1回目いきます。はい、もう柔らかいね。44だね。はい、吉田さん頑張れ。いきます。47だね。よっしゃ、これが限界です。僕のきすぎるじゃん。無理だね、これ以上。無理。いきます。はい、こうなった。その辺かな。うん、うん、これ曲がってんの。曲がってるよ。46。じゃあ行きますね。はい、53。ダッシュで行こうぜ。合計点数出していきたいと思います。はい、はい、ということで皆さん、はい、結果が出ました。何点になったのか、はい、発表していきたいと思います。はい、で僕からいきますね。はい、オープニング当初、まあ、65点は余裕だろうと。ここはね陸上系 YouTuber なので余裕だろうと、はい、いけるでしょそりゃ。はい、で結果、はい、はい、ドゥン、はい、61点。シュウヘイさん結果こちらドドンで、なんと合計です、はい、68点。素晴らしい。運動神経いいキャラだよこれはもう。そうだね、というリアルな結果が素晴らしい出てます。皆さん行かないよ、陸上部長期ではこんなん行かない。行かないかな。ねみんなもね教えてほしいわ、どんなもんなのかね、うん、いやコメント欄今回めっちゃ楽しみ俺。俺高校の時イカ肉生してたから分かるわ。プロセスで、あーダメ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 って言うと、あの友達なくすかもしれないんで、ゆるい目でね。そうですね、はい、きついのは文部科学省と TKD プロジェクトだけなんで、はい、見て見ぬふりも大事ですので、ね、友達をなくさないようにしてください、ね、皆さん。以上スポーツテストでした。いや面白かった、ね、面白かったね。やってよかった、やってよかった、うんうん、B 戦だよ俺は。 B 戦、うん、女の子はギャルが好きだな。僕は清楚が好きです。そうだね、うん、なんとかしてよ。最後ぐらいちゃんと締めてよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。